ゴーシュ型とは立体ハイザの呼び方の一種であり、ABCD と結合している四つの原子について BC 結合の回転に由来したそれぞれの立体ハイザの中で AB 結合と CD 結合の二面角が約60度の場合のものを指す。ゴ合シュハイザとも呼ぶ立体化学で用いられる用語である。ゴーシュはフランス語のねじれたという意味の語に由来している。 この子は1941年に1、2次クロ,ロエタンの立体灰座に対して、水島31郎、森の米蔵らにより初めて使用された。この二面角が0度の時の立体灰座は、シス型、重なり型、新型あるいはエクリプス型と呼ばれ、180度の時はトランス型、あるいはアンチ型と呼ばれる。多くの作上化合物においては、大きな地換気がアンチ型灰座を取る。 立体ハイザーが最も安定であり、次に安定なのが合腫型ハイザーである。一部の化合物においては、立体電子効果によって合ハイザーがアンチハイザーよりも安定になることがあり、これを合腫効果という。シクロヘキ参観の椅子型ハイザーにおいては、すべての CCE 結合が合腫型ハイザーを取っており、観構造によってアンチ型ハイザーはとりえないため、 これが最安定廃座となっている。合種効果とは一部の化合物において、アンチ回転異性体よりも合種回転異性体が安定となる効果である。この効果は1、2ジフルオロエタンにおいて存在し、基礎では1、2ジフルオロエタンの合肢廃座は、アンチ廃座よりも2.4から3 4キロジュールマイモル安定である。1.2ジメトキシエタンでも同様の効果が見られる。 1. 二次フルオロエタンにおける合詞効果を説明するための超強薬モデル合詞効果には主に超強薬と曲がった結合の2種類の説明が存在する。超強薬モデルでは CH シグマ結合性軌道から C 回シグマ半結合性軌道への電子密度の供与が合衆生態における安定化の源であると考えられている。不素の大きな電気陰性度のため、 CH シグマ軌道は C 回シグマ軌道よりも良い電子共与体であり、一方で C 回シグマ軌道は CH シグマ軌道よりも良い電子需要体である。合種イザのみ、より良い電子共与体とより良い電子需要体との間の重なりが大きくなる。ジフルオロイタンにおける合種効果の曲がった結合による説明の鍵は、 フッ素の大きな電気陰性度のために増加した二つの C 解結合の P 軌動性である。この結果、中央の CC 結合の左右の上部と下部の電子密度が高くなる。軌道の重なりの減少は、合種廃座によって曲がった結合が形成されるときに部分的に埋め合わせることができる。これら二つのうち、ジフルオロイタンにおける光子効果については調教薬が主な原因であると、 一般的に考えられている。どちらの回転異性体の分子構造もインシラコ、手法で補強された、高分解能赤外分光法によって実験的に、うることができる。蒸気のモデルによれば、炭素炭素結合長は、アンチ回転異性体の方が長い。合子回転異性体におけるフッ素原子間の立体反発によって、CC 解決合格と、 FCCF2 面角が大きくなる。類似の1、にジフルオロジフェニルエタンでは、スレオイ生体は2つのフェニル元と2つのフッ素元の間がアンチハイザを取ることが明らかにされている。エリスロイ生体では、どちらの置換気も高種ハイザを取る。インシラコの結果によれ、このハイザは0.21キロカロリー、モルより安定である。 合種効果は4連続進出措置換気を持つ分子でも報告されている。合種効果は2つの廃材生態の極性が大きく異なるため溶媒効果に対して非常に敏感である。例えば固体状態において合種廃座のみで存在する2、3時ニトロマイナス2、3、G、ジメチルブタンはベンゼン溶液中では79、21の比で、 合種廃座が優先するが、4塩化炭素中では58,42でアンチハイザーが優先する。トランスクリプションマイナス1、2ジフルオロシクロヘキキンの場合、より極性の高い溶媒中では、e、EQ、EQ ザーの比率がより大きくなる。類似した効果に、ある件におけるシス効果がある。ありがとうございます。